チャーバラントの走行を描いた絵画ジョージ・ポコックは、イギリスの教師でタコによって引っ張られる車、チャーバラントを発明した。若い頃からタコが好きで、タコの力で物を引っ張る実験を行った。最初は小石から始め徐々に重いものを引っ張らせた。ブリストルのプロスペクトプレイスの学校で教え、生徒と実験を行った。1820年までに、 かなりの重量をタコの組み合わせることで持ち上げることができると確信し、人を持ち上げる実験を始めた。1824年に9メートルの大きさのタコに椅子を取り付けて、彼の娘、マーサを82メートルの高さまで飛行させ、その年の暮れには息子をタコの糸に取り付けた椅子に座らせて飛行させた後、椅子を止めたクリップを外して、糸に沿って滑らせて地上に戻した。 その後タコを使って人を運ぶことのできる風力車の製作に転じた。1826年に風力車チャーバラントの特許を取得した。これは500メートルほどの紐につけたタコ2つをつけて、現代のカイトバギーと同様に3人の人を乗せて十分な速度で走行できた。長い距離を平均で時速32キロメートルほどで、しばしば1マイルを2分以内で走行した。 三台のチャーバラントが一緒に、ブリストルからマールボルまでの180キロメートルほどの走行を行い、一台は当時最も速い乗り物であった郵便馬車を追い抜いた。当時、道路の馬車の通行量は引っ張る馬の数で決まっていたので、風力車は料金を払わなくても済んだが、操縦は難しく実用化されることはなかった。いくつかの自らの発明を記述した本を出版し、 その中にタコを推進力にする小型船やナンパした船の救援方法や教師と生徒が中に入れる天球儀などの発明が含まれている。ありがとうございます。